上畑です。3月14日、日曜日に、F リーグ最終節立川府中アスレティック戦は、4対3で勝利しました。3月14日の試合をもって2020-2021 シーズンの、試合は全て終了となり、リーグが無事終わりました。湘南ベルマーレフットサルクラブは、F リーグで4位という結果で終わることができ、最後負けてしまうと5位だったんですけど、府中に勝つことができて、4位に浮上することができました。有観客試合ということでたくさんの方が応援に来てくれて本当に心強かったです。ありがとうございました。まずこのコロナ禍という中でリーグが開催できたことは本当に奇跡だと思いますし、僕たちの見えないところでたくさんの方がリーグを開催するために尽力をしてくれたと思ってます。本当に僕らだけの力だったら今シーズンは戦い抜くことはできなかったと思います。見えないところで動いてくれた方がいてくれたから、こうして無事にリーグを終えることができました。本当にありがとうございました。またクラブからのリリースで、来シーズンも湘南ベルマーレフットサルクラブの一員として、契約更新をしていただき、ベルマーレの一員としてプレーすることが決まりました。今シーズンはキャプテンという、役割を与えていただき、たくさんのことを考えることが多い時期だったんですけど、チームメイトやスタッフの方に助けられて無事に乗り切ることができました。来シーズンもまだコロナの影響は続くと思うんですけど、その中でもフットサルをやれてることに感謝して、多くの人がフットサルを見てフットサルは面白いなと思ってもらえるように、そして僕たちのプレーを見てたくさんの方がまた明日から仕事を頑張ろう、学校を頑張ろうと思ってもらえるような力を皆さんに与えれるように、僕たちもプレーで精一杯のプレーを見せていきたいと思います。本当に応援ありがとうございました。ビッグエイブで、ビッグエイブで、右から2回行きましょう。右揺れで、せーの、ベー